9月28日から始まった香港の雨笠革命は1週間を過ぎました。6日目の10月3日から青いリボンをつけた、いわゆるセントラル選挙反対派が突然現れ、デモ隊に暴力を振るい、女子学生に性的嫌がらせなどをしました。香港のセントラル選挙運動は中国大陸では全く報道されませんでしたが、暴力事件が起きてからはセントラル選挙反対派を称える報道が 大々的に行われています。香港の天傘革命の映像や写真は、テレビやインターネットを通じて世界各国に伝わりましたが、唯一中国大陸だけは関連情報が封鎖されました。完成メディアだけでなく、インターネットのポータルサイトなどでも、セントラル選挙、黄色いリボン、学連、太陽帝など、関連キーワードがすべて検索不能になりました。さあ <music> しかし3日香港の複数の集会地点でいわゆるデモ反対派がデモ隊を殴り衝突事件を引き起こしましたすると中共メディアは一斉に大々的な報道を始めました中央テレビは現場の映像まで流しました 一方、デモ隊に暴力を振るった人々は、一人当たり200から1000香港ドルで雇われた人だと次々暴露されました。また、ある市民がネットにアップした動画には、中年の女性たちが香港調査班警察署で青いリボンを受け取る場面が映っています。 大紀元が入手した情報によると、デモ隊に白昼堂々暴力を振るった、いわゆるセントラル反対派とは、実は香港に潜伏している中共の地下党員やマフィアなどで、一部は大陸から派遣された工作員だそうです。香港と国際社会には警戒するよう呼びかけています。新唐人テレビがお伝えしました。